こんにちは。こんにちは。こんな街中でセーラー服で頑張ってますけど、はい、今日これからどこ行くとか聞いてますか？まあ、だいたいちょっとだけ軽く。じゃあ軽く説明しますね。はい。今日はですね、めいちゃんのファンの方からファンの方のお宅に行くんですが、実際作品内容としてはめいちゃんがお宅に訪問して1日家政婦をしてくれるという企画で、たくさんのファンから応募いただいてるんですよ。その中から、もうすごいついてる選ばれし一人の方、その方のお宅に今から向かいますので、はい、あってのこの服なんですよ。この格好でしょ。そうでしょ。恥ずかしい。でもね、どんな人かな。変な人。どんな人。変な人じゃないと思うんですけど。どんな人かな。いい人。いい人。ただ言えるのはセーラー服がすごい好きな人。あ、ちょっと変態。ちょっと変態。姉ちゃんが好きでセーラー服が好きでした。じゃあもうこれずっと話してるとものすごく目立つので、そうですね、恥ずかしい。恐竜のセーラー服、そんなのと言うと目立つので、ちょっと早速行きましょうか、もう。はい、はい、こっち、こっち、こっち。セーラー服大きいのとかって、はい、初めて。初めてですか？うん。あ、そうなんですか。私セーラーじゃなかった。こんな女子高生いたら目立ってしょうがないでしょ。もしいたらね。これまだコスプレ。いや、ハーフだし可愛いし。いや。で。いやー、本物だ、本物。本物ですよね。はい、お邪魔してます。いやー、すいません、なんかちょっと急に来たからびっくりしちゃって僕。はい、でもすごい綺麗でびっくりしました。ああ、一応ね片付けてるんですよ。いや、なんかスタッフさんからちょっと今日はお家にいるようにって、あの。すごい。やれました。うん、ハッピーなことがあるんでって。いやー、僕当選したんですね。これもしかして。はい。リクエストに書いてあった。そう。セーラー服。初めて来ました。わー。どう。いや、ダメ元で一応書いてみたんですけど、似合ってます、似合ってます。いいですか。ええ。やった。あ、ちょっと。お茶、お茶でも。はい、いただきます。今日ははい、緊張してますか？あ、緊張してます。もう心臓が口からもう飛び出そうです、本当に。そんなことあるんだ。あ、ハーフなんですよね。そうですよ。そうですよね。スペインでしたっけ。はい、お母様が。うわ、ママが。情熱の国。はい。行ったことあります？いや、行ったことないですね。行ったあのイビザとかあるとこですよね。はい、イビザです。ね、いや、知ってます、知ってます、知ってます。サッカー強いとこですよね。強い。ねえ、パエリアとかじゃあすごい食べてたんですか、子供の頃？ああ、なんか誕生日とか、うん、そういう特別な時しか手間がかかるから食べる記憶ないですね。誕生日とかの時しか。作れるんですか？私ですか？うん。あ、作れないんですか？あ、パエリア作ってもらおうと思ったんですけど。今日、はい、無理だよ。キッチン汚いでしょ、多分。いや、キッチン綺麗です、綺麗です。嫌だ、嫌だ。いやー、ちょっと、いいですか？その、制服で立ってもらったりとかして。なんか、あの、ほら、ポーズとかじゃないですか。あの、アダルトビデオってなんか、イメージってやつですか？僕、飛ばして見ないんですけど。その、ポーズとかちょっと見ようかなって、今日、生だから。なんかあるんですか、イメージ映像とか。じゃあ飛ばして見ないのに。普段はもうすぐ抜きたくてチャプター飛ばしちゃうんですよ。じゃあちょっとだけですよ。あ、いいですか。はい。じゃあ今日は